2024年11月3日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、ローマの信徒の手紙第11章、25節から36節まで。賛美歌は18番です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主の御前に真に仕え、喜びを歌って御前に進みで、しれしこそ神である。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、そのため主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入り、感謝を捧げ皆を称える。主は恵み深く、慈しみは乏しい。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの慈しみの神様、主の日を与えてくださいましたことにも感謝。この日は主のよみがえりをいつも覚える日であります。私もは自分だけで立っているとき、自分からは罪の匂いしか、死と滅びの匂いしか嗅ぐことができません。ただ主が私と一つになってください、その十字架と復活の恵みの中に置いてくださるとき、あなたの御前に進み出る神の民の一人とされます。
どうして私もがその恵みの中に入れられたか、その理由はよくわかりません。ただあなたがそうしてくださったのです。今その恵みを覚えながら、あなたの御前にひざまずき、悔やまれる思いを持ってあなたを礼拝させてください。あなたを崇め、あなたの皆を称えることができますように。礼拝に集う一人一人をあなたが今御霊を持って支えていてくださることを信じます。共に主の前にひざまずく喜びを分け合わせてください。連休で多くの人々が家族と共に、親しい者と共に過ごしています。その歩みの上にあなたが恵みを注いでくださいますように。しかしさらにそれを超えて、今与えられている喜びを支えている誠の喜びがあることをあなたが示してくださいますように。そのためにも教会はいつもこの場にあって、喜びの礼拝を捧げ続けることができますように。今この時、深い悩みの中にあるもの、悲しみ苦しみの中にあるものに、なおあなたが望みの道を備えていてくださることを信じます。あなたの恵みの御国に向かって共に歩んでいくことができますように。今ある様々な混乱、様々な闇の力が猛威を振るっているのではないかと思われる現状、その一つ一つを貫くようにして主の光を見ることができますように。明日ここで行われる結婚の式も、あなたが共にいて祝福してくださることを信じます。あなたの恵みを見ることができますように。この礼拝をあなたに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みいたします。聖書は新約聖書ローマの信徒の手紙第11章25節から36節。新約聖書、新共同訳聖書で291ページになります。ローマの信徒の手紙第11章25節から36節。兄弟たち、自分を賢い者と登れないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が堅くなりになったのは、異邦人全体が救いに達するまでである。こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに、彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対しています。神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物を取ると招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今は憐れみを受けるためなんです。神は全ての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それは全ての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識の何と深いことか。誰が神の裁きを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談の相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠になりますように。アーメン。
子供たちへの説教です。幼稚園や学校でお友達のことをよく考えましょうね。お友達が今どんな考えでいるのか、どんな気持ちでいるのか分かってあげましょうね。先生からそんな風に言われることがあるかもしれません。そうか、お友達の気持ちを考え、お友達の考えを分かってあげなきゃ。でも教会の先生がこのこと言ってたとかって言ったら先生に怒られるかもしれませんが、お友達の気持ち、お友達の考え分かんないんじゃないかな、そう思うことがあります。今目の前にいるお友達がどんな気持ちでいるか、どんなことを考えているのか一生懸命分かろうとしても分かんない。逆に今の私の気持ち、目の前にいるお友達は分かってないんだな、分かんないよな、そんな風に思うことがあると思います。みんなのお父さんやお母さんの気持ちを分かんないとかあるかもしれません。なんでお母さんこんなこと言うんだろう、よく分かんないな。でもお父さんやお母さんについていろんなこと分かんなくても分かることがあります。あ、でもお父さんもお母さんも私のことを大事に思ってくれてるんだな、それは分かる。お友達やお父さんお母さん、それよりももっと大きい存在として神様、神様の気持ち、神様の考え、分かんないことがたくさんあります。でもその中で神様が大事なイエス様を私たちのところに送ってくださること、私たちのことを愛してくださった、そのことは、あ、分かるのかな。いろいろ分かんないけども、お父さんやお母さんが私のことを愛して大事にしてくださることが分かっていればいいや、分かんないことがあって神様についても分かんないこといろいろあっても、神様が私たちのことを愛してくださっている、そのことが分かってたらもういいや、今分かんないことがまた分かるかもしれない。でも神様に愛されている、神様に愛されている、そのことを大事にしながら歩いていこう。私たちは神様に愛されながらこの命を生きています。お祈りをします。父なる神様、神様について分かんないことがたくさんあります。神様が今何を考えているんだろうか、それも分かりません。でも神様が私たちのことを愛してくださる、そのことはイエス様を通して分かりました。そのことを大事に歩ませてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマの神父の手紙を毎週礼拝の御言葉として聞いています。聖書の御言葉を通して今神様が語る一章を読み終わりますが、先ほど朗読をした時にお気づきだと思いますが、ここで一つの大きなまとまりが終わっています。9章から始まって11章にかけてこの手紙を書いたパウロは、どうして神様に選ばれた神の民であったユダヤ人イスラエルが頑なな心になって主イエスキリストを受け入れることができず、神様に捨てられたような状態になっているんだろうか。神様に選ばれ、神様に愛されてきた神の民イスラエルに、
これから神様はどのようにしてくださるんだろうか、そのことをずっとパウロは神様に問い、神様から示された事柄を書き送ってきたということができます。そのまとまりの結びで33節でパウロは言うんです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。そう言うんです。私にはこの9章から11節にかけてもパウロの言葉をただイスラエルに向けて、イスラエルと異邦人教会ということとしてではなくて、今私たち教会に向けて語られている言葉として聞いてきました。私も教会も今は神様に選ばれて教会として集められ、新しい神の民として神様の前に生きている。しかしイスラエルが固くなりになったように、教会が固くなりになる、イスラエルの人々が固くなりになったように私たちが固くなりになる、そして教会に来ていない人が神様に対して罪を犯すというよりも、教会が、教会に集っている私どもが神に対して罪を犯す。その罪は神様のことなんか知らないと言ってそっぽを向く罪であるかもしれませんが、それだけではなくて、私たちは神様を知っている、私たちは神様を信じている、私たちは洗礼を受けた真面目な礼に礼拝を持っている良い信仰者だから、私たちのことを神様が救い、神様の御国に入れてくださる、それが神様のなさることだ。そのように神様の御業をあたかも自分で理解し尽くしたように考えてしまう。もう分かっている、神様はこうしてくださる、そのように自分の手の中に神様の御業を持っていると、神様ご自身を収めようとする。自分の知恵で神様のことを理解し尽くすことができるかのように考える、それがイスラエルの罪であり、私もの罪である。パウロは十一章で語ってきた結びで言うんです。神の富と知恵と知識が何と深いか、誰がそれを極め尽くし理解し尽くすことができるだろうか、誰もできない。34節35節に鍵括弧がついています。これは旧約聖書の引用ということを指していますけれども、パウロという人は旧約聖書をずっと読んでいて、いろんな言葉がパウロの頭の中に入っているんですね。その入っている旧約聖書の言葉を自由にここで用いながら神様の恵みを言い表そうとするんです。礼拝が終わった後、皆さんとおしゃべりをすることがありますけれども、皆さんの中からも、あ、聖書にこういう言葉があって私はこういうふうに思うんです、そういう話をしてください。その時に、あ、今引用された言葉って新教約聖書の言葉そのものじゃないな、でも、あ、その言葉がその人の中で消化されて、この御言葉でこういう恵みが言われているっていうふうに言っておられる、あ、そこすごくよくわかる。パウロもそうなんですね。今日のこの場所で言うと、おそらくイザヤ書とか預言記とか、そういうものがパウロの頭の中にあって、その言葉を思い出しながら、その言葉を引用しながら、でも元々の言葉とはちょっと違っちゃってるんです。だから預言記かどうかわからないなって議論しますけれども、もうパウロの身についている旧約の言葉を引用しながら、パウロは誰が神様の心
心を知ることができるか。誰が神様の相談役のような立場に立つことができるか。誰もそんな立場に立てない。あるいは誰が先に自分の方から神様に与えて、私は神様に信仰を捧げます、だからあなたの恵みを与えてくださいっていうふうに、まず主に与えてその報いを受けるんだということが誰にできるか。そんなことできるはずがない。そういう、そして36節に、すべてのものは神から出て神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように、アーメンというふうに神様を称えるんですね。ずっとこの9章から11章に耳を傾けながら、こんなことを考えていました。何度も何度も、何々だから恵みをいただく。で、何々にもかかわらず恵みをいただく、パウロはそのように言っているんだっていうふうに言いました。じゃあなんで私たちは洗礼を受けて信仰を持って一生懸命信仰生活をするんでしょうか。私の教会は週5日毎週旧日本キリスト教会信仰の告白毎週書かれている。それこそニケア信条って随分昔の信条から今の日本キリスト教の信仰を考えて、信仰の告白を大事にするんだ、そういう教会なんだということを言っています。そこで私たちが大事にしているのは、そういう正当的な信仰を持っている私たちだから神様に救われるというんじゃない。そうじゃなくて、パウロが言うように、人間には神様の御心、神様の御業、神様の知恵を捉え尽くし、理解し尽くすことはできない。信仰告白の言葉も恵みを捉え尽くすことはできない。そうじゃなくて、何が、なんで信仰告白をするかというと、私たちは罪人であるにもかかわらず、神様によって恵みを与えられたという、その恵み、理解し尽くせない恵みなんだけども、理解尽くせないからって言って分かりませんって言って、理解し尽くせない恵みを何度でも受け取り聞き取り、自分のものとして恵みを味わおうとする。その受け取った恵みを言い表したのが信仰告白ですね。信仰告白してるから救われる、救われてるからその救いを精一杯言い表すのが信仰告白。洗礼を受けたから救われるっていうふうに言うこともできるかもしれない。でもむしろ救われた恵みの中で洗礼を受ける、理解し尽くせない恵みに捉えられている、その恵み、その恵みに預かっているものとして信仰を表し洗礼を受ける。なので私の教会の伝統では、信仰告白っていうのはこれからも作られる。そういうふうに信じているんです。私の教会は改革教会だと思います。改革教会っていうのは改革され続ける教会だっていうことです。もう教会は神様の恵み分かった、これでいいんだっていう形ができてるんじゃないんです。そうじゃなくて、私たちに分かってないんだ、手の中には何も収まっていない、むしろ手に収めようとすると神様に対して罪を犯すことになる。そうじゃなくて、生きた神様が今も御霊なる神様を語りかけてください、働きかけてください、その深い御業を行ってください、その神様の御心御業に何度でも驚かされたから、こんなこととは思ってなかった、そのように驚かされたから、その恵みを言い表した、その恵みを信じている、
そのような意味を与えられていると言えます。私もそのような意味はやがて神の国で完成されます。今私は例えば神の民であらずの教会なんでこんなに苦しいんだろうよくわかんないな、自分はキリスト者で神様の心にかなうといいなと思ってるのになんで思うようにいかないし、こんなに苦労があるし、イスラエルが神様に見捨てられている、私も見捨てられているんじゃないか、この教会も見捨てられているんじゃないか、でも神様の計画がある、そして神様は全ての民を神の民として救おうとしておられる、そのことが神様の国の完成の時にはっきり示される。パウロはここで全てのものは神から出て神によって保たれ神に向かっている、そう言います。教会の私たちも神様から出て神様に保たれ神様に向かっている、神様に愛されて神様に支えられて神様に導かれている、そのことを神様何よりも主の十字架と復活によって私たちに示してくださいました。その神様の言うとしたのは今神様を理解する、神様を手の中に収めるというんじゃなくて、栄光が神に永遠にありますように、神様を讃える、神様の前にお座りひざまずきながら神様を喜び神様を礼拝する、その信仰が与えられるのであります。パウロと共に、いよいよの教会と共に、今私たちの思いを超えて私たちを愛し支え導いてくださる神様の皆をあがめたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、教会が誰よりもまず罪を犯すということに恐れを持ちます。自分が正しいと思うことで罪を犯すんです。しかしあなたが私の方を憐れみ許し支え導いてくださることを信じます。今さまざまなことに押しつぶされそうになってもなお確かな望みが私に与えられていることを信じます。あなたの手に支えられていることを信じ共に歩ませてください。あなたが主イエスキリストを使わせてくださいましたその恵みに心から感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌18番、Thank you.
私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡されるよ、パンを取り、これを感謝の祈りを捧げてこれを裂き、これはあなた方のための私の体であり、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事などで杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むために私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られるところまで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないもので主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いするのは、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私もは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私のために十字架にかかり、その死と見苦しみをもって罪をあがない、何の依存書もない私も招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私も愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして次に私どもと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりに主ご自身が臨在されることを確かなこととしてくださいます。この招きの言葉を確信と喜びと思って聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に表した信仰によって預かるべきものであります。皆さんの中でまだ洗礼を受けておられない方、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式終わっておられない方は、これを受けることができません。すでに洗礼を受けておられる方、小児洗礼を受け信仰告白式終わっておられる方は、どこの教会であっても共に聖餐に預かってください。招きの聖書の言葉。神はその一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。分散をいたします。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。
生産を受けべきかとご覧になったことがあります。感謝の祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは主にあってあなたの御国をお示しくださいました。そして御言葉を通して、あなたの御霊の働きを通して私たちにあなたの御心を示してくださいます。今、生産の食卓を通しても、あなたがあなたの御心を私のに示して、味わわせてくださいました。御霊の助けによってこの恵みを味わい、命の糧として歩む私どもとしてください。今はこの生産に手を伸ばすことができなかった大事な仲間を、あなたが支え導き、あなたの御国へと導き入れてくださることを信じます。共にこの食卓に預かることができますよう、またやがて御国であなたの喜びの食卓を囲むとき、皆が共に喜びを分け合うことができますように。あなたの恵みの食卓に感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。献金を捧げましょう。皆さんにご起立いただきまして、ご一緒に主の祈りを祈ります。それでは主の祈りを祈りましょう。天に増します我らの主よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を受けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりはあなた方一同と共にあるように。アーメン。